鯛焼きは鯛を形取った金属製焼き型で焼いて作られた食べ物であり、あん入りで小麦粉主体の和菓子である。明治時代から食べられている日本の菓子。主に日本国内で製造、販売、消費されている。小麦粉、砂糖、重曹などから作った生地を鯛を型取った焼き型に流し入れて、あずきあんを乗せ、もう片側は生地だけを入れ、合わせて焼く。 全身の今川焼きのように、あんに代わって、クリーム、チョコレート、キャラメル、カスタードクリームなどの洋菓子素材を使用したものや、サンドウィッチ式に、肉類や、イクのな、各種ソースや、リゾットなどを挟む、おかずたい焼きも供されるようになった。たい焼きの焼き型には、一匹ずつ焼き上げる型と、鉄板などで、複数匹を一度に焼き上げる型の2種類があり、たい焼きの味にこだわる、 人々の中には、全社で焼いた,たい焼きを、天然物、一本焼き、一丁焼き、後者を、養殖物、原式などと呼び、違いを明確にする場合がある。手間がかかり 2kg を超える、鋳物の焼き型を一つずつ返すために、体力も必要な一丁焼き型の使用は、減少を続けているが、伝統的な焼き方と味にこだわりを持つ、たい焼き職人もいる。 天然物と殖も物は焼き方の違いにより、皮の焼き上がりが異なり、火の通り方によって味も違うが、古式化、新しい製法化の違いである。冷凍食品のい焼きも流通しており、電子レンジで解凍して食することができる。麻布十番の何和や総本店い焼きは、今川焼きから派生した食べ物である、とされている。い焼きとしての発祥については、明治時代に、 鋳物の型を使って作られたとされる説があり、明治時代末期の文学作品や著述、新聞記事などには、すでに、い焼きとの記述が散見されている。発祥店に関しては、麻布十番にある、何分けの公案説が存在している。また、三重県津市大門にあった、日の出や食堂が発祥店であるとの説が存在したが、日の出や食堂が、い焼きの販売を始めたのは、 第二次世界大戦後であることが判明している。2016年11月10日に NHK テレビのところさん、大変ですよで放送された日本国外でのタイ焼き情報によると、調理道具店に5年ほど前からアメリカ合衆国を中心にコロンビア、メキシコなどからタイ焼き機の問い合わせが増え注文を受けるようになったという。その理由を番組スタッフが調べたところ、 テレビアニメ、カノンにあるらしく、ヒロインの月見やあゆが、いつもたい焼きを食べていたことが、SNS などを通じて、アニメファン以外にも知られるようになったと番組内で、報じた。また、日本国外では具材に、あんこは、入れられず、代わりに、ベーコン、リンゴ、チーズ、チョコレート等を入れるなど、独自の変化をしており、番組では一番人気が、ベーコン入りたい焼きだとしていた。 尻尾まであんが入っているかどうか、また、入っているべきか否かについて、かつて文学者を巻き込んだ、大焼き論争とでも言うべき論争があった。これは、小説家の安藤鶴尾が、大焼き尻尾まであんが入っているのが美味しいという、趣旨の話を読売新聞に書いたところ様々な賛否があったもので、以下に示すものが代表的な意見とされる。もともと尻尾は、 指でつまんで食べるための持ち手であり、あんはないのが正式である。甘いあんを食べた最後の口直しとするために、あんを入れるべきではない。尻尾の先まであんが入っていないと、損をしたような気がするので、入れるべきである。尻尾まであんが入っていることで、値打ち感のアップなどの差別化が図れる。また、上記に関連して、頭から食べるのが正当か、尻尾から食べるのが正当か という議論も繰り広げられた。海食い文化が発達した江戸時代から、その場で食えせる庶民のおやつは人気があり、明治期以降、東京に暮らした多くの文豪もその作中にい焼きを登場させている。吉本高明は、高村光太郎の一文から、い焼きを男の切なさの象徴と捉えている。ありがとうございます。